癒し系が欲しいな。こんにちは、アジーンです。今回はガチャガチャの森で回してきた新商品のカプセルトイの中から6つ開封していきたいと思います。まず1つ目いきます。1つ目、さあ1つ目、少年ガンのシリーズです。いやーもうこれは無理だと思ったんですけど、たまたま行ったお店にありましたガチャガチャ。紫ってことはあのカラーじゃないかな。いきます。オープン、きました。見えてる。あー、絶対これかわいいやつ。鬼滅の刃おねむたん2の方。おねむたん、私もね最近毎日もう眠いです眠い。あ、ここに覗いてた。ラインナップの方が炭治郎、サビと煉獄さん、忍さん、かなおちゃんです。いやこれどれが当たってもいいんじゃないね。どれが当たっても可愛い。うわー可愛い。あ、ちゃんと羽織が再現されてる。え、ここまでしっかり作られてるんだ。いやー可愛い。みんなね布団に入ってます。うわー可愛い。羽織がすごい細かい。これよく見ると白い部分にもねしっかりと模様がついてます。でこの髪の毛の髪飾りにもちゃんとね線が入ってる。かわいい。いやー私ね忍さんのグッズは結構シールが多いので、でもこういうフィギュアは初です。これだったら絶対かなおちゃんも欲しいな。欲しいな、かなおちゃんも。さあ2つ目、これは完全に私知らないガチャですね。メンバーが回したやつだ。なんだ、いきます。オープン、巨大チー何これ。もうちょっと待って、パッケージからどうした便器から発射しております。ダメ、流してください。ちゃんと発射している。これもう宇宙に飛んでいくんかな。高い。意外と各ね300円。あー、どっちが主役。これはそうだよね。嫌だなー。便器の蓋を開けると巨大パンチ登場ってことは誰かしたってやつ。流しとけや嫌だなー。これしかもなんかスクイーズっぽい。触れと。ちょっと開けてみます。あ、ちょっと待って、パーンって来ないよね、顔には。もわ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 って感じなのかな。ちょっと開けてみます。オープン、救出しろと。え、じゃあこれはメリメリとかないもんね。これ自分で取っていい感じかな。どのぐらい巨大なんだ。すんごい押し込められてる。大丈夫、カピってるよリアルだ。これ花子くんのスライムできますね。また花子くんやろうかな。どうなってる。どういう形だ。これはちょっとエンディングまで時間かかりそうですね。元の姿に戻るまでちょっとうんこわかんないよ。これほぐせるってこと。これパキ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 って感じですねまあいいや、ちょっとこの状態でこう開けていって最後ねエンディングでまたね姿を確認したいと思います。続きまして3つ目いきます。3つ目です。鬼滅の後にねまさかあれ来ると思わなかった。オープン。お、誰だ。おねむたん2の方。眠いやつは誰だ。オープン、炭治郎来ましたー。寝てない。ダメだ、全然全く寝る気配ないですね。夜更かし炭治郎夜更かしですね。元気たんだ。わあかわいい。すっごい細かい。これ布団の模様を忍さんは蝶々だったんですよ。かわいい。全く寝る気配がないです。時間がかかるぞこれは。いやーこんな感じなんだ。立体にするとね炭治郎のねスクイーズとか作ってみたいなって思ってて、この顔だけのスクイーズって売ってるんですけど、あれやってみたいんですよね。これちょっと参考になるな。続きまして4つ目いきます。4つ目、オープン。あーびっくりした。クワガタとかねカブトムシかなって思ったんですよ。違う、お犬さんです。こういうおもちゃなかったっけ。やだなー、怖いやつ。ガシャポン、ガオガオ。あ、ガオガオって言うんだ。で私はね、おー、これレアなガオガオもあるんだ。レアじゃないな。クワガタ、カブトムシ系ですけど、どれだろう。クワガタ、カブトムシ系の2だ。2ですね、書いてある。2のガオガオ B ですね。1本ずつ好きな骨を押して、う運が悪いとガオガオが目を覚ますって書いてある。ああ、そういうゲームか。どう設置するんじゃ。足にかける感じか。ここですね。やだな、これ絶対怖いやつや。よし、怖いな。で、シールを貼ると。黒ひげ危機一発もね、結構ね、こんなちっちゃいんだけど、すごいね、スリルがあります。ドキドキする。やだ、なんか痛そうだな、これ。すごい、なんかやだな、こっから見ると。ロボットみたいな。一人一回ね、一本ずつ好きな骨。ないよー。いますね。思っててもバーってくるんでしょ。これ、あ、これ怒ってるのか、今。引かなきゃいけないのか。あー、こうだ。こっからですね。うわー、で、わー来るんでしょ。怖いな。行くぞ。あっつ押したよ。今押した。ちょっとこの辺り怖いな、こう。すごい来るでしょ。ここ行く？こうセンター行きましょうか。怖いな。あー、まだ大丈夫。あー、怖い。3つ、あー、もうちょっとあと残り3つ、どうしよう。怖いなー。この辺なんかもう逃げれないじゃん。やられるやん。どうしよう。いきます。じゃあ、ここ行こうか、ここね。もう超狙ってる。もうすごい顔で狙ってるけど、ここ行きます。あー、もういいです。もういいです。もういい。寝てて。もういい。一生寝てて。怖い。うわー。これ本当にガチャ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 なのこれ。続きまして、5つ目いきます。5つ目。さあ、5つ目。はぁ、バクバクいってる心臓が。癒し系が欲しいな、この辺りでね。なんかもうバクバクしてる。もう、ちょっと怖かったですね。いきます。オープン！癒し系が欲しいな。癒し系が欲しいな。じゃあ、これ絶対嫌だ。絶対嫌だこれ。文房具とかじゃないし、なんかもうあれピリピリってついてるもん。なんだこのピリ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 は。ないのなんか挟むもの。うわー、本当に苦手なんですよ。何これ、なんだよ、芋虫。もうこんなガチャガチャあるの今。トイズスピリッツさんいらないですよ。うわー、セミの抜け殻、プニプニマスコット、脱皮シリーズ第1弾はセミ。もうやめてやめて。シリーズ化するってことよねこれ。第1弾はセミ。嫌だな。セミ本体を中央で指で押せません。すると中から出てくる。何これは。抜け殻が出るってこと。中身が出てくる。セミ、多分です。セミ茶、模様は茶色。交換した方が良かったねから何？スクイーズってことでしょ。出るぞ、スクイーズ。嫌だなぁ。出るぞ。もうなんかもう本当に鳥肌が本当だってきて、もう早く終わりたい、ここ。もう早く行こう。もう、中身出せばいいんでしょ。もうなんかこれ絶対収納とかしたくない。もうこの子は別枠ですね。ガチャガチャの収納には入れない。こんなん入っててさ、出てきたら、わーってなるよ、毎回。ほら、もうね、もうさ、本当に苦手なんです、こういうのね。ガチャって分かっててももうね、苦手なものは苦手ですね。超鳥肌今。はあ、ストレスたまるわ。ちょっといきますね。うわあ、すくい、あー、切り込みがある。いきます。出るんじゃねえよ、スクイーズ。出るんじゃねえ。なんか目とかあるらしいけど、皆さん見といてくださいね。あー、こんな感じです。なんだこの中2個、なんだこれ。いよいよラストです。6つ目いきます。6つ目。ふう、6つ目いこう。やだな。やっぱなんか人が回してくれるのはワクワク感があるけど、こういうね、違った感じなのも来るから怖いですね。オープン。あー、来ました。サビトじゃないかなこれは。あー、かわいい。ふう、癒しきた。あー、炭治郎と多分これ会話してるんだな、2人ともね。寝る気配はなしと。可愛いです、このお面が。可愛い。このような感じです。可愛い。揃うとめっちゃ可愛いですね、これ。後ろにそびえ立つのはうちです。本日のお気に入りガチャガチャいきたいと思います。これがね、ちょっとまだまだ時間かかりそうですね。ポワーンってちょっとなってきましたね、でも。ただ、ポコっていうところはここにあるから、まだまだちょっとね、関数が必要ですね、これ。今回のお気に入りガチャガチャは、こちらのおねむたんです。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして、全ての通知を受け取るにしていただくと、最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方ではゲーム実況をしているので、ぜひ遊びに来てください。